ヘルベルト・マルクーゼヘルベルト・マルクーゼはアメリカの哲学者。ドイツ出身で出自はユダヤ系。ベルリン生まれ。1928年から1932年の間、フライブルク大学でエドムント・フッサール、マルティン・ハイデッカーの元ヘーゲル、マルクスを研究した。1933年からフランクフルトの社会研究所に勤め。 フランクフルト学派の一員となったが、1934年、アメリカへの亡命を余儀なくされ、1940年に帰化した。第二次世界大戦中はアメリカの対ナチス政策に協力した。1952年からコロンビア大学で政治哲学の教授として教鞭を取り、1954年から1965年までブランダイス大学の教授、 1965年からはカリフォルニア大学サンディエゴ校の教授。1969年に解放論の試みを出版し、アジア・アフリカの解放には共産勢力の強化より資本主義国の弱体化が必要と訴えた。否定の哲学を根底に据え、1960年代の新左翼の父と呼ばれる。ドイツ駅教中の1979年。 脳出血のためバイエルンのシュタルンベルクで救生。遺界は2003年にアメリカで発見され、ベルリンのドロデーンシュタット墓地へ埋葬された。ありがとうございます。